こんにちは、吉田さん。やっぱり吉田さんもいじめられとったですか。なんかね、このいじめの話になると、私の気のせいかもしれませんけども、いや昔私もいじめられてたんですって人しか出てこないんですよ。いや、いじめられてもないし、いじめてもないし、そんなのなかったよって方がね、私ちょっとね、目にしないんですよね。どうしてなんでしょうか。私はね、いじめがなかったわけじゃないんですよね。あったような気がしますね。まあ、ただ私自身がね、いじめられたってことはないなぁと思いますね。まあ体でかいですしね、声もでかいし、乱暴だったんで、まあ私いじめようって人はなかなかいないと思うんですよね。で、まあいじめとはちょっと違うんですけども、まあ私の中にはその、まあ、ルールというかね、掟というかね、まあ、いわゆるその時の同調圧力があって、まあ、基本怠慢なんですよ。1対1ならいじめではないとで、私はまあ1対1は結構勝って出る方だったんで、1対1の、なんかはありましたね。それはね、思い出に残ってるものはないんですよ。というのが、私は その程度のことはみんなあるだろうみたいなことで揉めたりとかね、暴力沙汰になったりとかはあったんですけども、まあ、けどね、ガーッとやり合っても、じゃあいつもこう気張ってるのかといったらそうでもなくって、まあ、一緒に楽しむ時とかはあるし、まあ、お互いにね、心許せる瞬間もあったりとかして、ただ争う時間もあったって感じですかね。だからいわゆるいじめとはちょっと違うんでしょうね、きっとね。だからいじめっていうのは、四六時中、その嫌がらせみたいなことをするわけでしょ。で、それをしないやつは分かってないやつみたいな感じで、また攻撃の矛先がそういうやつに向かうみたいなね、集団対少数派みたいな構図を作るんでしょうね、きっとね。私の場合は1対1というかね、相手が多かったことが結構あったんですけどね。それを見ると、あ、いじめられてたと言えなくもないけども、まあでも私の場合は多数派にかかっていくことも結構ね、まあ、望むところだったみたいな感じなんでね。けどあれですよね、私が存在するだけでいじめられたって感じた人はいたでしょうね、きっとね。だってなんか威圧感があるわけですよね、自分で振り返ってみると、私がいるっていうだけで、それはなんかね、否定できなかったかなと思います。だから声をかけたわけでもないし、仲良くしたわけでもないけども、久保に無視されてるなみたいに感じさせたことはあったのかもしれないですね。まあでもなんていうのかな、いじめ、そうですね、なんとも言えないですね、これはね。私はそのカテゴリーにものすごく疎いのかなと思いますよね。だから余計にこんなバカなことがあるのかと思うとね、まあ、怒り浸透になってしまうというかね。さあ、そこで思うわけですよ。やっぱこう番長格みたいなのがいると、そいつはね、そいつの正義で生きてるんで、必ずしも誰かを痛めつけようと思ってるわけじゃないんですよ。自分の義理とか人情があるんでね、いわゆる任侠道が、それに背いた人間には噛みついていく、いわゆる上に強くて下に弱いをね、やってのけるんだと思うんですよ。でいじめっていうのはその逆でですね、上にこびへつらうか、もしくは上には隠して、で下には辛く当たって、このいじめの実態とかね、自分の正体をばらしたやつはもっとひどい目に遭わせるぞという、まあ直接的な圧力をかけるのかなと思いますよね。だからあれじゃないですかね、長いものに巻かれるっていうのがいじめの本質だと思いますね。だから私はよく思うんですよ。だから余計に少数派たれというね、恐れずに少数派たれ。なぜなら自分の思いついたことがその他大勢と一緒のことがそんなにあるわけねえだろうと思うわけですよね。だから空気を読むって言葉は最悪だと思うんですよ。空気を読んで自分の本心とイコールだったらいいですけども、自分の正体をさらけ出す前に空気を読んでね、その空気に合わせて自分を演じるっていうのは、ある意味狡猾な防衛本能なのかもしれませんけども、その集合体が異端を排する、いじめを生むと思いますよね。だからクラスでね、ちょっと足の悪いやつをいじめてみるとかね、ちょっとこう声のトーンがおかしいやつをちょっとからかってみるとかね、あんなところから始まるんじゃないですかね。で逆に英語の発音がむちゃくちゃいいやつをね、ちょっとからかってみるとかね、要するにみんなと違うところがつつく対象にあるという、
いわゆる出る杭は打つってことを、まあ昔からやってるのかなと思いますよね。まあ私の場合はもう進んで出る杭になりたかった方ですからね。みんなと一緒は嫌だというね。まあだから見るからに脂っかしそうなやつがそういうの出る杭になると打たれないんだけどもってとこですか。まあ、私はだから生まれつきの体格に、だからまあこの面構えに助けられたのかなと思いますよね。もうなんかその度胸はあるんだよね、勇気は。ガンとね腰が座ってるというかね。まあだから運よくやってこれましたよ。あ、そうそう、運よくといえばね、人間は才能なのか努力なのかっていう議論があるんですよ、吉谷さん。で、いや私なんて才能ないですよ。才能ないところからいろんな辛いことがあったけど今があるんです。要するに努力をした俺はすごいだろうっていうふうにね、自己肯定する方がいるんですよ。もう別に悪いことじゃないんですけどね。で、私の場合は逆で、なんか才能というか運だろうと思ってるんですよね、うまくいったこと。あ、たまたま体力があったからっすよみたいな。たまたま10代の頃体作ってたから、たまたまその頃は店をね、マージャンをやめようと思ってたからネットビジネスに集中して、マージャンなんて滅んでしまえみたいなこと思ってたからよかったんですよみたいなね。たまたまで、たまたまなんかね継続できたみたいなね。私はそう思うんですよ。だから努力に努力を重ねてやりましたみたいなね、そういう自分を美化するつもりはあんまりないんですよね。いや、そこまで努力してないですよ、なんか振り返ったらできてましたみたいなね、ついてましたみたいな感じなんですよ。だから私はどっちかというと今はね、才能論なんですよ。生まれ持って生まれ持っていたものが、生まれ持って自分の中に芽生えていたものがね、なんか人生を助けてくれたかなって考える方が謙虚なのかなと思うんですよ。だから才能ですって言った方がね、なんか妙な感じですけども、高飛車になってるというよりも才能なんですよって言った方が謙虚のような気がするんですよ。いや、努力でここまで来ましたよって言ったら、いかにもね、俺の力ですみたいな感じで、なんかいやらしいなと思うんですけど、なんか一回りして努力の方が、なんか鼻につくというかね、才能って言った方が、あ、謙虚だなと思うというね、なんか今そういう風な価値観に変わってきましたけども、この辺、吉谷さん、努力と才能って何なんですかね。ちなみに武井壮さんが、努力によって俺は武井壮になったんだって言ってました。才能なんてないよってかね、謙虚さをものすごくね引き立てたんですけども、いや、随分傲慢だなという風な話し方だったんでねそんなことを感じてしまいました。いかがでしょうか、才能なのか努力なのか。努力で成功したって言った方がなんかね傲慢なような気がしないでもないかなと思いますけども、ちょっとこんがらがってるところです。いってらっしゃい。